はい、KOZ こと、コズです。今回もね、ドラゴンボール、フィギュア紹介したいと思います。ですね、まあ、今回はね、前回、こういくとね、はい、見ていただけますでしょうか。 SMSP ですね、1番くじ5000円のくじですねの、シリーズを、前回前々回が、お送りしましたが、今回これに新たな色が加わります。はい、ということでね、そちらの紹介をしたいと思います。はい、ということでね、今回はこちらです。SMSP、ドラゴンボール、孫悟空ですね、のこれは、中国の旧正月バージョンですね。はい、こういくとね、ここに、漫画ディメンションズって書いてありますね。これはいわゆる、2D 彩色っていうことですね。はい、書いてあります。で、中国のような服、このね、読んだね、ウナニューイヤーカラーリミテッドと書いてありますね。ウナ、旧正月っていうのですね。はい、で、横はこう、かっこいいね、相変わらずね。箱がね、とにかくかっこいい、これ。いや、とにかくかっこいい箱。はい、後ろはね、もうほとんどなんかこう、英語ばっか。ほとんど高校の説明書きはもう英語と中国語で、日本語は書かれてないですね。日本語は書かれてないな。まあ日本が発祥なんですけどね。まあいっか。まあでもこっちにね、日本語でいろいろ書いてありますね。はい。まあこれはね、多分普通の SMSP に書かれてたのと同じ内容だと思います。はい、で一応ね、これ皆さん、海外だから中国だからつって偽物ちゃうんかって思います方もいると思います。はい、でもね、ちゃんとここに、判件シールあります。はい、判件シールね、まあ、一応ね、ちょっと見づらいですけど、一応ね、これは海外の正規品っていうことですね。はい、なのでまがいものとかバッタもんじゃないです。はい、ちゃんとした正規品です。はい、まあね、以前に紹介した MSP の、悟空のね、チョコレートアパレルショップのね、チョコレート限定のやつもありましたね。あれもちゃんとした製品ですからね。気になる方は、これより以前の動画を、見てください。はい、ということでね、実際にね、ちょっと開封して、ちょっといろいろと、細かいところを見ていきましょう。はい、ということでね、開封済みました。いかがでしょうかね。いや、思ったよりもね、髪の毛が結構金髪なんですよ。結構金と黒がね、合わさっててすごいかっこいい、これ。で、この顔ね、すんげーかっこいい。なんか普通のね、2D 彩色、日本のね、出てますけど、あれより 2D 感がすごいですね。かなり濃く色塗りされてますね。はい、で、足はね、ちょっと緑、ミントグリーンっつうのかな、で、リストバウンドもそうですね、ミントグリーンっぽい、いやー、かっこいいなこれ。道着はね、中国カラーということでね、赤で、黄色、
表裏、はい、まあ、このあれ髪の色は金と黒、なんか中国のね、あれだから虎をイメージしてんのかな、なんかねぽいよね、うん、いやーすげえな、出来が半端ないね、いやーすげえかっこいい、いやーある意味日本の 2D カラーより俺こっちの方が好きだな、うん、まあ一応ねこれネット通販で買ったんですけど、ね今ねヤフオクでも普通に買えます、はい、まあね定価はだいたいね見た、俺が見た時はね7000円ぐらいだったかな普通の定価はね、うん、でも今ヤフオクだと1万3000円ぐらいついてるのかな値がね、そっから多分送料が2000円ぐらいかかると思います、多分業者でしょうね出しても、自分はね直接海外の、通販サイトから買いました、はい、まあ日本語じゃない、英語ばっかの通販サイトです、はい、なのでね、注文してから届くまで2ヶ月ぐらいかかったね、うん、いつ来んだろうと思って、で今日なんかピンポンで鳴って出たらね、なんか英語だらけの箱が届いてね、ああもしかしてと思って開けたらやっと届きました、忘れた頃に届きましたね、いやほんと長かったな注文してから、うん、まあ一応いろいろね関税とか税関とかね通るからね、まあ検品とかそういうのもあるんで、まあそういうのもあるんでね時間かかったってのもあるし、やっぱ送料がすごいバカ高いよね、でもねこれは欲しかったんで、で俺が見た時買う時はねヤフオクにも出てなかったんだよね、だから、うん、出ないんじゃないかなと思ってね思わず先に買っちゃいましたね、ヤフオクでもよかったかな、あんまね値段変わんないです、はい、俺も買った当時は、うん、やっぱ定価の倍ぐらいかかったかな送料合わせてね、うん、まあ、でもこれはねそれだけ出してもね買う価値あると思いますよ、ドラゴンボール好きにはね、いやーこれはいいわ、ちょっとねじゃ あの全部並べた全体像を見てみましょうかね、はい、ということでね、全部飾ってみました、どうですか、いや壮観だね、いやーいいなー、このシリーズ大好きだと、出来が良くてね、いやーほんといいわ、この一番くじ5000のね SMSB 最高、いやー圧巻だね、全8体だね、全8体、いやーいいわー、まあ、この、ね、手前のは、まあ、前回にも紹介しましたけど、ゼノバース2版ですね、海外の、はい、こちらも一応製品ですからね、はい、で今回の、中国の旧正月バージョンということでね、いやかっこいいな旧正月バージョンもやっぱ、うん、もう全部ねもうどれがいいっつったらもうほんとね困っちゃうぐらい出来がいい、このシリーズと、まあね、いうことでね、まあ、今回はねこんな感じ、まあ、奥にねちょっとね 2D あるんですけどね、はい、うん、まあ、はい、ということでね、今回は、SMSB 新たな仲間が加わったということでね、はい、これで全8体になりました、とりあえずね一
応今のところもこの悟空はこれで多分打ち切りだと思うんだよな。次のはね控えてるんでね、ベジータはね、まあ、ベジータもいろいろカラーバリエーション出てくるんだろうな。集めるのしんどいなこれ。どうしようかなって考えてるんだよね。ベジータ以降はまあコンプリートまではいかないまでも、まあ、2、3体ぐらい欲しいかな、まあ、引ければだけどね今回予約してないんでね、では、であと重大発表なんですけれども、まあね、次の多分ドラゴンボールでは次かな、一月後ぐらいにねちょっとアップする動画注目しておいてください。多分ね自分が持っているフィギュアの中でもすっごいものが、来ます。それをねちょっと紹介しようと思います。なのでね、この動画でちょっとね、何だそのこいつみたいな感じで思ってくれたらチャンネル登録をお願いします。こうビビります。自分にちょっとねちょっとドキドキしながら、待ってます、ということで、今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。結構ねこれ海外の人も見てるみたいなんでね、まあ英語ね、まあ、喋れないんですけれども、まあいいよね、大体の雰囲気で感じ取って見てくれてるんだろうなと思います。はい、ということで、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。